お、あったか。いいでしょ。うん。今日の積み込み完了です。今からキャンプに行きます。すごい薪多めだけどね。うん。最高。これとこれとこれ薪。これだけ燃やすね。よし。行きましょうか。うん。終わって、うん、そのままキャンプに来てるんで、はい、もうちょっとね時間的に遅くなりましたね。はい、で場所が空いてるかどうかがね分かんないんですよね、うん、人がいなきゃいいね。こんな夜遅くに来てるから準備とかするのに人がいると迷惑になるからね、うん、どう？どう？うん、風が止んだらね。あ、人いるじゃん。あ、結構いるよ。マジか。いるよ。やっぱいるんだね。いるね。いや、迷惑かもしれないぞ。いや、でもまだみんな今ご飯をさ、作り出したりしてるんじゃない？うん。やってる人もいるけど。あ、いるね。いるいるいる。わ、すごいいるよ。いっぱい。こんなにいっぱいいるの初めて見たんだけど。だからよ、夏よりいない？うん。いや、キャンプ今やっぱ人気あんのかな。人気あるんだよ、ね、今どこにも出れないしね、うん、3連休だしね、うん、あら、あいや、また落ちやすいとこに乗せましたな。滑り落ちてきた。ここでいいの？うん、あっちを向けて。うん。はい、今日は何のテントを持ってきました？今日はですね、ワンティグリスを持ってきました。そうです。あれで寝ることができるのかどうか、うん、ちょっとね、試してみようかなと思って。はい。まあ、狭いって分かってるんだけど、うん、ちょっとやってみたくてね。うん。で、この間購入した、あの、寝袋と、うん、それが楽しみだね。そうそう、寝袋とかマットをちょっと持ってきたんで、うん、それでどうなるか、うん、試してみようと思います、はい、キャンプギアがパワーアップしたからさ、やっぱり一気にね。そうそう、で使った感想もね、うん、含めて伝えられたらなと思います。新しいペグハンマーとペグを持ってきました。こういうさ砂のとこだとさ、うん、ペグ長い方がいいんだよ。やっぱそうなの。うん。ちょっと既にキャンプされてる方には申し訳ないけど、ほら全然効かないでしょ。うん、本当だね。20センチだと。まあ一応押さえにはなってるからいいんだけどね、うん、てかまずこんな多いなんて思ってもみなかった。思ってなかったよ。すごい多いね。あ、でもいい気候っつったらいい気候かもね今日は、うん、ちょうどね、うん、この間買った5ミリのガイロープ、うん、カーキじゃなくてグリーンだったね。あ、グリーンだった。うん。だってカラーがグリーン、カーキはなかったもん。ああ、じゃあグリーンだ。うん。なるほどね。あ、そうか。でもこれここ結んじゃったら調整できないね。ここワンチグリス用に4本切らないとダメだ。うん、ここの前も2本いるから、うん、立てる用のポールがさ、うん、
この上部にこのクリップをつけてさ、うん、ぶら下げられるようにしたんだ。ああ、そうなんだ。灯油を入れます。まあ今も全然空だから、うん、いっぱい入ると思うんだけど。どう？あ、結構入ってる。いいですね。やこの瞬間が楽しいよね、うん。キャンプって感じだよね。そうそうそう。つけます。で、ゆっくり下げて、ここちょっと下げる。こんな感じで。なんか炎がハート型になってる。ロマンチック。シルバーのマットを引いて、この間買ったやつを引くと、はい、あ、でもマンチグレース2人結構ゆっくり入るかも ねちょうどじゃん、ほらねえ、うん、いい感じ。2枚ちょうど入るね。ねえ、ちょうど入った。これさ、マジで薪燃えんの早すぎるわけ、うん、これしかないとさ、うん、早かったもんね、うん。した9時になりました。だからだ、空お腹空くよね。何も食べてきてないんですよ。仕事終わったそのまま。そう、家に帰って子供たちにご飯食べさせて、うん、準備して、うん、自分たちもお風呂に入って、うん、そのまま来てるから、うん、何にも食べてない。好きだよね。ここで打ってみようか。うん。これこの間作ったアイアンハンガーなんですけど、うん、あのこの間動画にした時はまだ無塗装だったんですよ。でもその後に塗装しました。本当だ、マットブラックで、これは私ちゃんと見てなかったよ。普通のマットブラックで、うん、こっちはあの耐熱用塗料のマットブラックで、一応塗った後にあの硬化させるために180度前後だったかな、うん、で何十分か焼かないといけないんだけど、うん、ちょっとめんどくさかったから、あのトーチで軽く10分ぐらい焼きました。そしたら、じゃあこれが、火鉢なんかのフックで、そして、この2つは夜間でもランタンでも使えるタイプのやつだな。で、こっちが夜間用にしようか。夜間用はこんぐらい。ちょっと近かったね。こっちランタンだ。こっちが夜間。こっちランタン、うん。そしてランタンをここにかけると。じゃじゃーん。いいくないですか。ちょっとかっこよくない？ちょっとかっこよくない？うん、なんか雰囲気出てますよ。ねえ、あとの子まだいっぱいぶら下げたいな。だからよ、探してるもんね、わざわざ。ぶら下げるものを探すって。あ、これぶら下げられるよ、これ。うん、だよ。ほらほらほら、すごい。うわぁ、したかったやつでしょ。これすごいわ、見て、こっちから見て、見て見て見て、ほらほら、しかしほら、ファイヤースターターとか入ってるんですけど、うん、ちっちゃいこういうトングとかね、うん、皮膚希望、うん、をぶら下げられます。すごくいいよこれ。こうでしょ、うん、あ、ちょっと熱すぎるかなと思ったらクリーって回して、うんうん、こう逃がしてあげるっていう。すごい。え、上出来じゃない？ね、バッチリだよ。バッチリ。
うわすげえこれ超便利なんだけどね、いいね。今お味噌汁を作ってます。その分までもう一緒に作るからちょっと多めに作ります。わお、わおわおわお、わお、乾杯。ご飯ないけど、うん、ぬるいけど、でもお湯一回捨てるんでしょ。うん、もう捨てんじゃな。もういいかもね、捨てて、うん、もう止まってないっけ。あ、まだちょっと吹いてるね。オンしましょう。よいしょ。これでひっくり返して、なんか思ったなるほど、なんか気温下がらないね。うん、美味しそう。普通の餃子だからね、ドクドク美味しそう。味噌汁美味しそうだね。ね、あったかいの食べたかったでしょ。うん、朝もさ、うん、食べられると思ってさ、うん、多めにも作ったから。ああ、なるほどね。朝も同じものを食べます。はい。ネギ大好きなのね、私。うん。このガンツにネギ星人って出てきたよね。何それガンツって。ガンツっていうアニメがあるんだけどさ。あ、アニメ見ないもんね。わかりまへん。よし。よし。はい、いただきまーす。やっとありつけた。ご飯に。ご飯に。餃子が遠い。手を伸ばして。さあさあさあ、今日の寝床はこんな感じです。はい、手前が僕が寝るところかな。で、奥が私が寝るところ。はい、2つきっちり入ったね。うん、でも明らかにさ、見て、うん、この布団の厚さ。寝袋の厚さ、見てわかるでしょ。うん、うん、ちょっと寝転がってみて。では、失礼しますね。今日はね、そんなにね、うん、気温寒くないのよ。うん、いやでも今からだよ。今から冷えるよ。うんうん、10度切るもん。これは楽しみなんだよね、どんぐらい寝れるのか。2人寝れるかな。寝れるんじゃない。いいんだよ。おお、いったいったいった。わあ、いいね、すごい。こんな感じ。収まりました。どうかな、湯たんぽいるかな。ああ、わかんなあ。そういえばコメントで、うん、あの足元を開けて寝てますっていう方がいらっしゃったんだけど、うん、多分あの群れ感がさ、群れが逃げるんじゃない。ああ、なんか開けた方がいいかな。じゃあわかんない。まあ一回開けないで寝てみて、群れるんだったら開けた方が、ね、うん、いいだろうし、うん、地面のさ、うん、ボコボコした感じはどう？そのボコボコした感じが体に伝わってくる。うん、あのマットも。マットも。マットが。あ、マットの。うん、ここのボコボコしたのが、うん、
ああそうなんだ。体には伝わるよ。ボコボコしてるもん。うんうん。寝やすい。別にそんな気にはならない、うんうん。だって今までこれがなくて直で地面だって。うんだよ。腰が痛かったもんだって。よりは絶対ね寝やすいと思う。へ、うん、じゃあ今日は安眠できるかもね。ね、私はいつも安眠だけど。どこでも安眠。お邪魔しまーす。あ、もう中にあれ来るよ。来るもん入れてくれてんだ。うん。このまま一緒に中に入って。おお。どう？もういいかもね。もうちょっとこっちに来れるよ。これはここまでだけど、もうちょっとこっちに来ていいよ。全然、うん、そうそう、こんな感じかも。あ、まあ寝れるね。寝れるでしょ。うん、ここだもんだって。逆が良かったんじゃないの。いやこっち多分濡れるよ。でも私いつもさ寝るとき奥側だから。このポジションがいいわけ、うん、このポジションがいい。うん、いいけど私はここで、ま、寝れる。あったかいよね。あったかいね、うん、くるむんで全然違うわ。そうかも。あったかいぞこれ。よし、ということで私はお菓子を食べよう。え、じゃあ私は寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。原型をとどめたコーヒーの豆初めて見た、うん、本物。買った時にさ、うん、お時間ありますって言われて、うん、一杯飲んで、あ、持って帰ってくださいって言ってね、作ってくれたの、うん、あ、そうなんだ、うん、で、その作り方も、うん、簡単に言うと、うん、なんかね、そのお湯を入れる時も、うん、ここに豆ひいたのを入れるじゃん、うん、そしたらちょろ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 っていう感じでね、うん、あとでちょっとしてみるから、うん、入れるわけ、うん、でずっとこうちょっと待ってて、うん、そしたらまたちょろちょろちょろみたいな感じで、うん、そしたらゆっくりジャーってこう入れていくわけ、うん、でなんでそれをするかっつうと、うん、まずはその最初でジャーってやってしまうと、うん、もうそのお湯の道ができちゃうんだって。あ、だから最初そのちょろちょろっていうのは、うん、その引いた豆を蒸らす感じ、うんうん、全体的にそのお湯を染み渡らせる感じ、はいはいはい、で染み渡ったところにゆっくりじゃーって周りからしていけば、うん、その道はできずに、うん、均等にそのコーヒーが落ちるっていうかさ、うんうん、味が、はいはいはい、でその中にやっぱコーヒーの中にもアクがあって、うん、でアクも一緒に流れちゃうと旨味っていうのがなくなるんだって、うん、だからそのアクは残しつつ、うん、まあ言えば料理と一緒って言ってた、うん、料理をする時もアクが出るでしょって、うん、そのアクは取り除くでしょって、うん、でそれと一緒でアクは絶対に下に流しちゃいけない、まあ、でもね勉強になった。そうだね、うん、初めてさあんな見ないじゃん、うん、見ない見ない。そういうカフェとかも行かないしさ、うん、行ったことない。だからでもねあそこで飲めるんだって。そこでもなんかね良さそうだったよ。あ、本当に、うん、一回行ってみたいなと思った。じゃあ行こう。これから私行ってくる一人で。僕は僕は仕事をしなさい。
すごくいい匂い。ね、うん、いい匂いだ。香りがいい。この目を見た。はい。後ろの目見た。あ、粗目とか細目。いい感じだ。結構オーライだよ。すっげえ締まったって顔したやん今。いい感じでしょ。あ、いい感じ。どう、多いのかな少ないのかな。それ多分少ないかも。これ少ない、うん、少ないわ。暑いかも。もうちょっとちょっとだったの。まだちょっとずつだったの。ああそうなんだ、うん、で一旦ここで蒸らすでしょ、うん、香りはやっぱり違う、うん、匂いがいい、うん、よしちょっと本当だやばい。いただいてください。はい、いただきます。どう、え、美味しいと思うんだけど。マジ？あ、でも美味しい気がするんだけど。前田釣ってきたアオリイカです。結構大きかったよね。大きかったよ。足の裏ぐらいあったかな。あ、わ、どうした、あれだ、屋台の匂い。ほら、結構でかいよね。なんかすっげえワイルド、朝から。わ、お腹がなり出した。すいません、イカ焼けください。売り切れです。今焼いてるのでいいんですけど。いや、これはもう自分たちのもんなんで、すいませんね。食いしん坊か。あ、ちょっとブクブクなってきた。ご飯が早いよね。うん、ほら、本当だ。わ、めちゃくちゃうまそうなんだけど。すごいな。美味しい。うん、アオリイカの。めっちゃ美味しいよ。アオリイカだもん。うん、アオリイカのスルメでも美味しいかね。美味しい。いただきます。本当に美味しいよ。あ、本当だ。うん、うまい。めっちゃ美味しい。私これ好きだ。これは止まらん。これは止まらんね。うん、これは止まらんわ。あ、本当だ。うれそうま。
今日の朝ごはんこれです全部おこげ。この炊き上がったさ、うん、あのそのブクブクをちょっと見逃してしまって、うん、見逃したんじゃないよ、私は言ったからね。あ、ブクブク出たよって言ったのに、いやそれまだだよって言って、うん、あなたがまだ火にかけ続けたからこういう結果になったんで、うん、なるほど、言ったよね、言ったよね、言ったよね、言った言った、うん、だよね、すいませんでした。はい、焼きおにぎりのなんかいい匂いするよ。あー、でも焦げてる焼きおにぎりの美味しい匂いじゃなくて、もう焦げ、それ焦げの匂いで、焦げてる匂いどう、中身はどう、中はどうだろう、あ、焼きおにぎりだ、うん、うん、おこげがコリコリっていうか、うん、サクサクっていうかあ、これちょっと醤油かけてみていい、かける、はい、はい、出来上がったおこげに醤油をかけて食べてみたらどうなるか。うん、うまい。うん、美味しい美味しい。美味しそう。このネギがたくさんですね。もちろんネギはもっと本当は入れたいぐらいだわ。いらない、このあの焼きおにぎりご飯。いいよ、食べて。なんかえ、でも本当美味しかったよ。違うね、私ね、イカ食べ過ぎたの本当に。ああ、そうなんだ、うん。ちょっとお腹いっぱいなの。もうご飯は食べれない。いただきます。どうぞ。はい。さっきのおこげ食べよう。ちょっと美味しかった。美味しいよ。ね、ね、うん、美味しかったんだけど。美味しいね。美味しい。有名ですね、マンティグリスのスーパーシェルターにあの2人で寝たわけなんですけど、うん、結構ゆっくり寝れましたよね。私は全然寝れたし、うん、やっぱりあの下のマットがあることで、うん、すごいあの体の痛みもないし、あー、そうね、そう、腰が痛くな、なりよったんだけどさ、うん、そう、なりよった。朝こうなんかもう、うんってしないといけなかったけど、うん、全然そういう凝りがない、気持ちよく寝れました私は、はい。あ、でも下がさ、砂地っていうのもちょっとあるかな。あー、あるね、柔らかいのが。でも砂地とさ、うん、芝生ってどっちが吸収してくれるのかな、そういうのだよね。今回はいつも の、 あのシルバーのマットに、うん、あのこの間買ったさ、うん、スームルームのちょっと厚手のボコボコしたマットを引いて、うんうん、その上にシェラフを引いて寝たから、うん、クッション的にはだいぶ上がったよね。そう、上がった。いつもはそのシルバーの、あの5ミリか、まあ、7ミリかっていうぐらいのクッションしか引いてないから、うん、まあ、それに比べるとね、うん、クッション性がもうめちゃくちゃ上がってるからさ、上がってましたね、よかったよ。そこら辺は吸収してくれて体の負担が軽減されたと、うん、でそれであとこ の、 あのテントの中ね、うん、横幅はシェラフが2つ綺麗に入って、うん、まあ、2人ではゆっくり寝れるね、うん、寝る分には何ら問題ありません、うん、寝返りもそれなりに打てるし、うん、まあ、頭の上にも若干スペースが30センチぐらいあったかな。あったね、30センチあるかないかぐらいだね、うん、スペースがま あ、 あるんですけど、まあ、そこにちっちゃい小物は入ります、うん、で今回僕たちはあのこの跳ね上げてるこのシートは畳まずにもうオープンのまま寝ました、うん、でこ の、 あのメッシュだけ閉めてね、うんうん、でまあ、結果的に、まあ、気温が下がらなかったっていうのもあるんですけど、うん、テントは結露せずに、うん、中の方も全然濡れずに、うん、今回は済みました。
でこれがもし冷え込みが厳しくなってくるともしかしたら結露して中が濡れる可能性もあるし、うん、シェラフがあのその中の結露でびちゃびちゃ濡れる可能性も全然あるから、うん、まあ、またね寒い日にやってみないと分かんないんですけど、うん、まあ、今回に限ってはですね、まあ、そんな感じでオープンでも寝て中は快適に、うん、もうちょっと暑いぐらいでした。暑かったよ、ね、私の寝袋ベアーズロック、そうベアーズロックは、うん、やっぱりねコメントでもあったんでしょ、うん、あそうコメントでね教えてくれたの、そう足元を上げた方が、うん、開けた方がいいですよってファスナーをね、ありがとうございます。なんですけど今回は私開けずに寝てみたんですよ、うん、した夜中とても暑くてで気温も夜中はちょっと下がったんですよね、うん、うん、下がったね、顔周りは寒かったから下がったんだけど、うんうん、もう中がすごい温まって湯たんぽはしてないんですよ、うんうん、今回はそうそうそう夜中足をファスナーを開けて足を出したり引いたり出したり引いたりで自分の調整をしてあ伸ばしたらちょっとやっぱり冷える、冷える冷える、ああじゃあ群れは逃げてるの、そう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 、じゃないともうすごい群れる、あそうなんだ、すごいっていうかもう暑いの、あ暑くてマイナス30度だてじゃないまあほら今回は本当に気温がさ、うん、下がらなかったから、夕べでもでもどんぐらいだろう、8度ぐらいまで行ったんじゃない、8度行ってないかな、いや8度は行ってないと思う、10度前後行ってても、うんだと思う、まあ顔もあれ確かに寒かったね、寒かったのよ、だけど足だけじゃなくて、うん、もう暑くて、うん、手も出して、うん、もうここでネックウォーマーしてたけど、うん、ネックウォーマーも夜中取って、うん、なんていうの、剥ごうかなって本当に思ったぐらい、ああああ寝苦しいの、あでもすっごい保温性高いんだ、うん、高い、だからもうちょっと下回った時にキャンプをして寝てみたい、うんうん、でまあ、ちなみに僕の方はあの車うん、どうだった、車を入れてあのこの4000円のシェラフで寝てみたわけなんですけど、うん、暑かったあ暑かった、あ途中で僕は脱いだ、あそうなんだ暑すぎてだよね、うん、そうかも、ですごい保温性が高い、寝袋1枚で全然大丈夫だった、寝袋1枚っていうかね、このクルムンと寝袋を お腹にかけて、うん、ちょっともう足を出すような感じ、あがっつり入らんかったんだ、いや最初は入ったの、うん、最初はもう全部入って顔周りも寒かったからちょっと冷えてる体がさ、うん、でクルムをもう顔までかぶってで寝たんだけど、やっぱり夜中暑くなってきてさ、保温、うんね、性がすごい高い、うん、でこのねクルムおすすめ、めちゃくちゃいい、そうなんだ、うん、一回交代しようね、いやまだ私こっちでいいけど、うん、でこれいいよ、そうそう、うん、寝返りも打てるし、まあ、広さは全然そのベアーズロックのこっちにかなわないんだけどさ、うんうん、横幅はさ、うん、だけど保温性はあの格段に向上しました、うんうん、このベアーズロックのくるむんでね、うんうん、だから、まあ、今その4000円とかそういうちょっとこう、うん、なんていうの、保温性に自信がないようなシェラフにこの4000円プラスしてくるむを購入して一緒に寝てみたらね、うんうん、多分快適に寝れるんじゃないかなと思います、うん、シートをさ閉めた時にさ、うん、ここまでしか来ないわけよ、うん、シートってさ、うん、だから結局ね、あの前室っていうかこんだけしかないから、うん、この斜めになったこんだけ、はいはい、だから荷物が入らないのよね、うん、そうだね、だからそこら辺をどうしようかっていうことで、まあ、今回僕たちはあの一応貴重品は車に直して、うん、車を鍵をかけて、あと出しててもいいようなのはこの跳ね上げているテントの下にも置いて、まあ、結露を防ぐためにね、うん、テントの下に置いて、まあ、ここを開けっぱなしで寝たような形ですね、うん、はい、はい、ということでですね、まあ、まとめるとあの2人で寝ることは可能です、うん、まあ、ただその荷物をねどこにどういうふうに収納するかっていうのが、まあ、ちょっとついて回る問題かなっていう印象ですね、うんうん、ポールをですね、あの付属品のものからちょっと長さの長いものに交換しました、うん、で前回の動画でまあ紹介したんですけど、190センチの時に5本継ぎ のポールを中1本抜いて160センチぐらいかな、うん、高さで言うとぐらいの高さにして今回は使用してみました、うん、で今ね、あのムーンレンスのこのチェア、うん、であのこっちが普通のチェアの状態で、うん、僕のがあのグランドチェア仕様にしたものなんですけど、全然頭ね、あの余裕があって、ね、うん、不便っていうのは全くなかったね、
で、このチェア の, あの詳細なんかも前回の動画で紹介してますので、前回の動画も見ていただけると嬉しいです。はい、ということでですね、あの今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。